ジョ平ド・タイラレストハウスとビジターセンタージョ平ド・タイラは、福島県福島市土湯温泉町和市倉山にある、湿原である。東連邦の東部に位置し、周辺は、一切共産の火山噴火により生成された火山高原と、大白びを、主とする新葉樹林の原生林となっている。高山植物群落や鉱山帯新葉樹林、湿原なども点在し、ビジターセンター、 休憩所、自然単焦路が整備され、山岳観光道路のバンダイアズマスカイラインが開通する四月から十一月中旬、阿光山の自然を手軽に楽しむことができる。アズ山東部のアズ小富士、桶沼、東アガツマ山、宝来山、一彩京山、鉱山等に囲まれた標高千六百メートルの平坦地であり、地表近くに堆積した火山排出土石が風化し、 大水槽を形成し、その上に水が溜まってできた。周囲は木道の遊歩道が整備されている。周囲を山に囲まれていることから、市街地の光が遮られ空気が正常で、かつアクセスも容易な星空観測の公的地である。1993年には高回天問題としては、日本一標高の高い福島市浄土、平天問題が設置された。なお、 2014年12月12日以降は、東山が噴火警戒レベル2となったことから、浄土平を含めバンダイあずスカイラインは夜間閉鎖され、利用できない状況となっていたが、2016年10月18日以降は噴火警戒レベル1へ引き下げられ、現在は通常の利用が可能となっている。バンダイアサ日国立公園に指定されているとともに、 東ズマ三東部の景観が一望でき、バンダイアスカイラインの観光の中心として、浄土平ビジターセンターや福島市浄土平、天文台、レストハウスがある。桶沼の南東側のうさぎ平には、東商社、浄土平キャンプ場がある。環境省所管の浄土平駐車場は、環境美化費として駐車料金を徴収しており、料金は周辺の環境整備に充てられている。 高層湿原ではないがモセンゴケ、もう仙五家、渡附、鶴子もも、磯筒辻、エゾリン道、水ゴケ等の湿性植物が観察できる。高山植物も、気軽に観察可能で、岩鏡、ミネザクラ、赤物、マイズル草、丸橋もつけ、チングルマ、小牧系草、梅鉢草等も見られる。7月上旬には、東山で発見された福島県下、根本シャクナゲも開花する。 ありがとうございます。